一竜の猛攻を防ぎ続けた永劫の時をお主らに技として叩き込んでくれよ。どうなるよこれ。さて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 どうする。さてどうするかだな。 TP めっちゃ溜まってる。何の体勢が必要かがわからん。とりあえず体勢は立てとく。これでどこまでやれんのかって話だが。あーやっぱりそういう系、ごっひょい。物理系か。やっぱりそうか。耐えられないときましたか。耐えられないときましたか、これ。どうしよっかな。これは困ったね。マリオンぐらいだったら耐えてくれるか？マリオンメテオ、いまいち。耐えられる。対策はしてきておるようじゃな。私たちは殺し合いを望んできたわけではない。あなたが竜人の先導をやめて地上の安全を約束するというならば、勝利宣言にはまだ早すぎるのではないか？宴はまだ始まったばかり。あん？地形を水上に変化。雨降らし中。なんでちかこれ雨？床が水浸しに。今日という日を楽しみに生きてきた。そちらも死ぬ気であがいてもらわねば困るな。あん？水流の力を見せてやろう。地獄を生き延びた始祖流の頂点の力。死ぬまで刹那に叩き込め。なんか水幕がついて、二流ぞ。雨降らしの水流。どっちかを倒せということか？かっこいい BGM が流れとるぞ。これどうする？どうしようかな、これ。どうしようかな、これ。超電磁ピットからのマリオンメテオ。これどう？炎耐性。どんなダメージが出るメテオ。行ってくれ、メテオ。ミス !23 万いいダメージ。ポッコちゃーん混乱とかやめてくれ。ついよ。なんでちかこの彼、こんなの続いたらとても耐えられないでちよ。水流の木です。あれを狙いましょう。あれが雨を降らしている。狙いって言ったってあれは壊せるものなの？仮に壊してもまた剥がれるんじゃない？あれは大ババ様の分体のようなもの。撃破されれば大ババ様もただではすみません。貼り直すにも必ずそこに隙が出ます。きっとメリュージーンのように雷には弱いでしょう。雷で集中攻撃がしましょう。良い参謀ぶりだな。そちらの王国では少しは成長したか。少しどころではありませんよ。今からご覧に入れましょう。あなたの拳で。いや、ペプトスさん装備品つけてたかな。つけてない気がすん。全裸なんじゃねえか、レプトス。どうする。ポッコちゃんが持ってかれてもうて、雷生き返して、ちょっと生き返すか。エルチンじゃなくていいな。かといって雷8個生き返して倒せそうだな。よし倒した。やったぜ。メニャーニャからのメテオが効いたか。反動でアリープはこのターンと次のターン動けない。おいー、マリオンやめてくれ。よし混乱切れた。ふう。今のうちに生き返したい。ポッコちゃんも生き返したい。まあ、このターンが攻め時なんだよな。でもな、けど立て直すのが大事。ふう、なんとか立て直ったが、ウィンドヒールでポッコちゃん回復すっか。回復して防御上げて超電磁ピットぶん投げてマリオンストライク。いいダメージ。ポッコちゃんなら耐えれる。よし、ポッコちゃんなら耐えれる。ヘルチン防御しとくか。いや、ヘルチンも意外と防御力高いからいけるはず。高雷剣でメニハンにはちょっと防御しとこう。
外伝インストールかけよう。うっひょー持ってかれた。リボーンからのリカバー。さーて、心臓ヒーロー超電磁ビットからのバリオンストレート。また出てもうた。これさっきのは超火力で一気に押しつぶせたからいいけど、いや今回のこれは厳しいんじゃねえか。とりあえず TP をため、あー攻撃するやつ間違ってる。混乱と本当やめて。混乱この状態はまずい。押し切られる可能性ある。ひー、やっべー、これやっべーやつ。火力出せる人がいませんよ。これちょっと一旦メニューで防御していて、耐えれるとは思えないけど、混乱が前、おい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 、やっべえな。それ水か。いや厳しいね、厳しいねこれね。どうするよこれ本格的に。状態異常の過去の陣、これ必要だったか。今更やったところで感はある。マリオン控えして、次のターン必殺の構え。いや後ろのやつをなんとかしてえな、後ろのやつなんとかしてえな。これよし、なんとかなった。ふぅ、スタート準備をなんとか解除できた。あぶねえ、今のうちに生き返せるやつを生き返したい。ヘルチンも生き返して、ふぅリボーンの数ももうなくなってきましたよ。なくなってきましたが、ウォーターハザード、マリオンはちょっと TP 貯めとくか。つかメニアにも貯めとけって話だったな、きっとな。ウィンドリカバーもかけ、あポッコちゃんがいないぞ。ポッコちゃん死んでる。フィジカルバリアかけといて、ディフェンス一段階上がった程度じゃどうにもならねえ。あなた MP がないね。 MP 回復しようか。全体 MP 回復からのルフレを生き返す。
ナイス、ギリギリ持って、ギリギリ耐えた。敵の防御力も下げたいな。カラフルペイント、ウィンドリカバー、これでいつでも超電磁ビットが打てる状態になっている。バブルバリアとかかけとくか。マリオンスロット、うーん、結構ディフェンス下げる。来てもうた、来てもうた。これ雨降らし、ちょっと待て、テッドス出して、雨降らしの状態異常耐性ちょっと上げよう。んで超電磁ビットからの雨降らしの水流、クリティカルが出ればうまい。そっちが早いんかい。うん、いやマジ尋常じゃねえ強さだなそれな。そんなにヒットポイントは高くないのが助かるところ。プラズマドリガー、よし、ふう、なんとかなったが、まずはこのターン引き返すか。でだよ、カーバンクルーかけたところで感はもはやあるけんども、マリオンメイン火力、トールハンマー、よし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 、カラフルペイントでさらに防御力も下げて、ポッポちゃん回復してあげて、雷弱体化する、マリオンストライク、さてさてディフェンス下がってる、ウィンドリカバーはかけなくていい、アイドルブレイクも OK、 サンダーからの EP 貯めときたい、フレアジャベリンでいいか。来た来た、よしよし、なんとかなるぞこれ、なんとかなるんじゃなかろうか敵全体。これ投げて超電磁ビットからの全体でいくか、全体でいくか。でもクリティカルが出ないからな。いやでも本体ももうちょいで倒せそうだし、こっちでいっとくか。あー早い、それは想定外。いや微妙、これ必殺。いやちょっと待ってくれや、それ後ろも倒せんなこれな。いやもうこれとにかく後ろのやつを倒すしかない。超新星スピカとかも、いやーいいか、こっちでいくか。後ろのやつだけでもなんとか、よし倒した、ふう、これで耐性解除。
会うたびにお主たちは強さを増しておる。全く我が弟子は最高の娯楽を連れてきてくれた。海底で出会ったあの日よりも、スリムの前で戦ったあの夜よりも、今日のお前たちが最も強い。うわー、またかよ。今日か。だがそれも最後だ。どちらが死ぬにしても今日は良き日になるだろう。あなたの死生観は嫌いじゃないけれど、残念ながら私たちは死なないわ。大した自信だな。あなたも死なないぬ。私がどれ、あなたがどれだけ死闘を楽しんでいても、私たちはまた戦っている理由はあなたとは違うからね。私たちは人を生かすために戦っているの。今日ここでは誰も死なない。そういうことで覚えておいてくれる？それは余裕かうぬぼれか。これは努力っていいの。はぐれ王国が、私たちの秘密結社が、何よりあなたの弟子が追い求めてきたもの。10分後のあなたに伝えておくわ。誰だって身内には生きていてほしいものよ。いや、これやばくね？これやばくねえか？後ろのやつをどうにか撃ち落としたいが、カメフラシの水流強化されてる。そしてあなた、まさかの今このタイミングで PP がない。やっべえな、やっべえな。ナイスクリティカル。メニャニャ、もういい。持ってかれてもいい。よく頑張ってくれた。いやー、どうする？どうする？これ、雷弱点になってくからな。ハピスラでちょっと臨床性も下げつつ、マリオンストレート、よし倒した。押せるか、押せっか。これノーフューチャー、ノーフューチャーからのミドルマシンガン、ミドルマシンガン、マリオンストレート。まだなのか、まだなのか。もういいと思うぞ。フェンリルパンチ、ノーフューチャーからの、これがいいダメージ出るでしょうよ。まだ倒せない。マジかよ。ナイスカウンターだけども、もうこのまま押す作戦でいってるけど、失敗かそれは。あー、黄色いのが解除されてる。これはまたあれか、第2段階移行しましたって感じか。今後知れないとダメか。あー、そうですか。これはまずいね。メニャーニャも生き返さないとまずいね。いや、この状態で2人生き返すのどうだ。全滅する可能性あるぞ。うーい、1体生き残った。ちょっとメニャーニャ、あなた MP を回復して、 MP を、 MP 回復して。うー、MP プラス 100%、 ハピコは生き返して、エル君リカバーしたところで感はあるが、竜宮式シラスドン、うーん、出てきたが、ギリギリ復帰できた、ギリギリ復帰できた。倒しきれない。くー、あー、6万ってお前、頭おかしいダメージだろそれ。ビューティフルソーン、ここで使ったところで感は否めない。変身イージス、
よし倒した。ふう。ミスなんかい、ミスなんかい。とりあえず生き返そう。出入り貯めるか。あー、ロードブラッドもうない。これはまずい。MP 回復、 MP 回復、 MP 回復。味噌スープ。ノーフューチャー。いや、これカーバンクルしたところで感はあるけど。ふう、にゃにゃ生きてんな。いや、にゃにゃ出しといて TP 貯めときたい。ラスト1個、ちょっとあなた防御しといて。やめてよポッポちゃん。いや、防御してたからギリギリ助かった。ちょっとメニアに後ろに下げて。さて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 、これリリ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 。人間手裏剣、ここに来てマリオンスロット、いいダメージは出せてる。太陽か、いいタイミング、いいタイミングだよ、いいタイミングではある。ウィンドリカバー打てない。いや、今は攻め時。超電磁ビットからのマリオンメテオで一気に持っていけるんじゃなかろうか。ドレイ、よし持ってった。ふう、いや、これ厳しいね。カーバンクルー、ウォーターハザード、マリオンストライク。マジであとヒットポイントどんだけあんだって話だよこれ。ウィンドリカバー、ふー、カラフルペイント、人造ヒーロー、や、人造ヒーローかけるか。マリオンストレイト、よし耐えれる。スタン、スタンやめて、スタンやめてよ。いいタイミングでスタンは切れたが、超電磁ビットからのマリオンストライク、あとどんだけヒットポイントがあんだよマジでよ。倒しきれない、これマジで倒しきれないとマジいいんだわ。ギリギリ混乱とかしてくる。倒せそうだな、だが倒せそうだぞ。よし倒した。ふう、なんとか速殺はできるけどギリギリマジで。
自分で自分殺すなよ。それ。なんとか耐えたけど、くっそが。こりゃまずい。返すたんびに持ってかれてもう、あーこれは全然立て直せない。わー、そしてこのターンが来てもうたと。これどうしようかね。1ターンでとにかく持っていきたい。ところではあるが無理だろうな。クリティカルが出ればワンチャンあったけど、ワンチャンあったけど厳しい。ふう、水だもんな。倒せない。うーわー、物理防御なんだって。いやー、これはでも後ろのやつはこれで落とせるだろう。よし、なんとかなった。なんとか必殺技を潰せてるけど、潰せてるけどだな、これ。MP を回復したいぞ。あー、うーん、もうここぞとばかりに MP を使う。生き返す、リゲイン、リゲイン。ちょっと待って、ポッコちゃんは、ちょっとでもダメージを稼いで、ルフレで生き返して、デイリッチで MP を回復しよう。メニャーニャの MP も回復しときてえな。マリオン死んでなかったか。あー死んでる。自分で自分をカーバンクルして生き返す。生き返したところで微妙な気がするけどな、これ。変身してるターンしかまともに攻撃ができない。こりゃ困った。一体だけならセーフ。フェンリルパンチ、マリオンスロッツ、太陽、やった。死ぬなマリオン。うー、これはまずいぞ。ちなみに黄色くなってたりしないよね。黄色くなってたら押すかという選択肢もあったが、とりあえずメニューナだけでも生き返して、変身。マリオンはヒットポイントが半分だからこれで耐えてくれるでしょう。防御低下からの雷連続。ミスんのかよ。デイリッチはオープンパンドラ要因としてちょっと
控えに回させて、もうちょいだな。献身の盾とりあえずやって、超電磁ピットからの水流、水流、雷超弱体か。ミス、ナイス、ナイス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 、マリオン強いで、慢心せずに、慢心せずに今が有効なターンだから、オープンパンドラできっちり生き返していく。んーで、マリオン出して、今が攻め時、今が攻め時、もうちょい、カピスラ一番火力出せる技をとにかく打っていく。雷弱体化もしていく。クリティカル出てくれてもいいのよ。グハ、ここまでやるとは。勝ち負けが思うようにならぬ、膝が震える、全身の細胞が湧き立つ、最後の最後にこんな戦いができようとは。またこれヒットポイント回復したりしてません、あなた。さあ決戦だ。どうした、わしに持ってはお前たちの全てを。体勢は消しました。これ以上の戦いは無意味です。どうか無意味なことの何一つあるか、お前たちの手で終わらせみろ。来い、わしに持ってこい。体力を回復させ限界まで。いやいや、ちょっと待って、最終、いや聞いてないな、そういうの聞いてないな、もうちょっとだと思ったんだよな、そういうの聞いてないんだな本当にな。いやちょっとマジかよ、どうするこれ、厳しい厳しい、消費アイテム的にも厳しい。これはもう後ろのやつがいるっていう感じじゃないのか、もう常にこの状態ってこと。耐えれるとは思えねえ、耐えれるとは思えねえぞ。バブルバリアとか無駄に貼ってみる。カーバンクルー、ちょっとメニャーニャ、無駄だ、無駄臭いけど、全員のヒットポイント回復しよう。HP 回復、全体 HP 回復ない、全体 HP 回復、ホロリン結び、次のターン超威力攻撃プラスアルファ、いやこれは死んだ可能性あるぞ。どうする、一応防御で耐えられんのかなっていう。うわー、いやー、もうほんとかよー。いや厳しい、いけそうな雰囲気はあったな、いけそうな雰囲気はあったけどな。さて、一旦切りまーす。また次のパートでお会いしましょう。またねー。